チャオゆりこタイガです。皆さんこんにちは。イエイ。今日は何がを作ると思いますか？そう、ラザニアでございます。ババーン。じゃあ準備もバッチリしようきました。で、なんで今日はラザニアを作りたいのは、まず実はね、私の一番好きなイタリアの食べ物はラザニアでござる。そう、お母さんはね、いつも作ってもらったんですよ。しかし、あれ？サンタちゃんでしょ？サンタ、かわいいというか、ちょっと、なんか、かわいい、ちょっと、もうちょっと見よう。こんな感じ。これ、ちょっと、そう、実は、イタリアで、クリスマスの時に、ラザニアを食べる文化があるんですよ、今日。私はね、いつもクリスマスの時は、必ず、ラザニアを食べたので、今日ラザニアも作ってみたいと思います。で、一番最初はザ・イタリアのラザニアを作ろうと思ってたんですけど、実はいろんな種類がなかなか見つからなくて、もう日本に合わせてる、ちょっと合わせてるのラザニアを作りたいと思いますので、すごく簡単なので皆さんもクリスマスの時にちょっと作ってみてください。よいしょ。まずは玉ねぎです。チボッラネギの匂いはね、もう懐かしいわ、感じはする。イタリアの料理だとすごいネギが使う文化がある。あれ、切っちゃった、切っちゃった。彼氏ができたらもう主婦がいい、全部作ってもらおうイタリアンのいいね。あ、いや、日本がいいな。刺身、でも刺身自分も作れるけど、まあいいやほっほっほ。次はオイルボイルを温めること。で、オイルボイルは2つのスプーンで入れます。どれ？ OK。 でね、知ってる？サンタさんはね、イタリア語でバッボナターレと言うんですよ。かっこいいでしょ、バッボナターレ。よし、よいしょー。で、色を変えるまではちょっと待ち中です。次はお肉を入れたいと思います。いいね、イタリアンメイドカフェができそうで、あ、メイドカフェでも昔に野菜したかったんですよ、やっぱり憧れて。次はトマトを入れます。これです。いやー、うわー、いい匂いだな。はい、次はお塩です。じゃじゃん。これ1本を入れたいと思います。1本1つを取りたいと思います。合わせて、次はペッパーです。これはもう好きな感じで入れていいと思います。私は結構好きだから結構いっちゃいます。うんうん、めっちゃ美味しい。よいしょ、できました。じゃじゃじゃん。いい感じです。よいしょ。で、これで全部を入れたいと思います。で、このタイ
ープのパスタはね、もうお湯がいらなくていいみたいな感じなので、もうこのままで入れちゃいます。ちょっとね、この私のオーブンはね、で私のっていうか、ここのオーブンはね結構ちっちゃいなので、そこまで入れないなんですけど、イタリアのサイズだとこれの4倍プラスですね、4倍ぐらいもっと大きいんですよ。で次はパルメザンチーズを使いたいと思います。これセブンイレブンにも売ってるからすごく見つかりやすいです。で、いっぱい入れたいです。私はね、パルミサンチーズ、まあ、チーズ自体はすっごい大好き。もう私のアマゾンリストはだいたい食べ物、サラミとチーズばっかなんですよ。あとコスプレよいしょ。はい、で、次はモッツァレラチーズを入れたいと思います。本当のラザニアはね、ベシャメッラを使うなんですけど、日本はね、なかなか見つかると作るも難しくて高くて、今回は普通のモッツァレラチーズとパルミサンでお任せにしたいと思います。まあ多分あとはふーって溶けるからこのぐらいでいいと思います。で次はパスタを入れたいと思います。ではこのままいいみたいなので、はい、ピュッ、よっしゃー、ぴったり。ちょっと待って、ぴったりじゃなかった。次はもう一回同じことを繰り返しますので、もう一回ソースを入れます。これはね、あんまり普段のラザニアだと5枚ぐらいが入っちゃうなんですけど、これがちっちゃすぎるから、もうラザニア風ってな感じに言えばいいラザニア風、細いのモッツァレラ、よいしょ。で次はピザのチーズ、ピザの用のチーズとモッツァレラもう一回を入れたいと思います。おお、いい色ですね。あ、いい色です。よいしょ。はい。よいしょ、できましたー。じゃん、エビバララザーニャ。あー、すごい美味しそうですね。まずは半分。じゃん。ブアンナタレ。美味しそう。いやー、ではイタリア語でいただきますって覚えてましたか？ボアナペティト。食べてみたいと思います。おお、あ、美味しそうですね。あ、うん、やわらか、うん、おいしい。È molto diverso da una vera lasagna, ma oishii desu. Italiano lasagna とやっぱり味はかなり違う感じはするんですけど、私は結構悪くないと思って結構好きな感じ。甘くてちょうどなんかちょうどいいバランスも取ってるんですけど、やっぱりこのダブルチーズみたいがあるのは一番好きかもしれないですね。で、パスタは1枚だから、普段のラザニアだと本当に何枚が入れます、もう3、5枚までは入れるんですけど、女性だともしかしてそんなに食べないんですよ。だから、まあ、ちょっとライトな感じにしたい方はこれでおすすめです。
乾杯、アラサルーテ、ウタンスベレッシ、イエーイ、ベビアムチスーバあ、美味しいということで、ラザニアを作ってみました。これはね、なんか簡単だから、私のオフ会の時もなんか簡単に作れる作れそうなんですけど、皆さんがいかがでしょうか。あとはお家で食べてみたらはどうですか。結構簡単 でしたんですね。やっぱり本物よりはものすごい簡単でした。全部20分ぐらいしかかかってないから、本当急いでるの方でもすぐ作れるから超便利だなって思いました。で、今年はね、あの家族と一緒にちょっと過ごせないなんですけど、実はライブもやる予定なので、 YouTube でぜひ見てください。お一緒にクリスマスを過ごしましょう。イエイこの動画が好きだったらいいねボタンしてチャンネル登録してください。あと、いつもコメントも読みますので、よかったらぜひコメントもしてください。またね、チャオチャオ、アラプロシマ、ティアモ。